省エネルギー性に優れたガスタービンコンバインドサイクルで電力を供給する火力発電所、大木島パワーステーションを運営する株式会社大木島パワー様。ここは二酸化炭素排出量の少ないクリーンなエネルギー、天然ガスを利用し、一般家庭200万件の年間消費量相当の需要を賄っています。しかし電力自由化に伴う競争の激化が進む中で、環境負荷の低減と高効率化の一層の両立が求められています。この地域の送電系統の容量には限界があります。当面発電機増設のような容量増加は見込めません。そこで既存ガスタービンの高出力高効率化、高温部品の長寿命化、低発熱量のシェールガスを含めた燃料燃焼範囲の拡大を行いたいと考えて、日立さんにご相談させていただきました。日立は大木島パワーステーションの1号機から3号機すべての建設工事を担当し、建設後は長期保守契約に基づき包括的なサービスを提供しています。大木島パワー様のご要望のもと、ガスタービン更新工事を計画しましたが、ガスタービン以外の機器にも影響が大きいため、プラント全体の検討が必要となる難しい作業です。また工事に伴う発電休止期間を極力短くしたいとのご要望もあり、もともと予定されていた LTSA の定期点検工事とガスタービン更新工事を同時並行で行う案をご提案させていただきました。通常機器の更新工事は1ヶ月以上発電をストップさせた状態で行う必要があります。また定期点検工事と同時に行うのは今回が初めてとなる事例でした。今回は大木島パワー様、日立、おのおのの作業員が数百名という単位で共に稼働する大掛かりな工事となり、並行して工事を行うことでトラブルや非効率化が起きないよう、計画段階から細心の注意を払う必要がありました。タービン設計をはじめ各種の高い技術力はもちろんではありますが、現場運用の綿密な計画、あるいは海外のサプライヤーとの調整能力などがあって、初めて出来得た計画だったと思っております。結果的に通常の定期点検期間に11日間追加しただけという非常に短期間の工事日程となりました。今回こちらとしても難しいオーダーを出したと思っておりますが、協議しながら予定通り工事を完了していただいたことは大変ありがたいと思っております。特に日立さんは社内でガスタービン設計の技術者がいらっしゃるので、弊社だけでは難しい海外サプライヤーとのやり取りも含めて信頼して事業を行いました。これからの時代、エネルギー業界の自由化がますます進み、高い競争力を維持していかなければ生き残っていけません。より環境負荷が低く効率と採算性の高い運用をしていけるよう、パートナーとしてご一緒していただければと思っております。